ただいまから文書問題調査特別委員会を開会いたします。はじめにお諮りいたします。ただいま神戸新聞社ほか18社から写真およびテレビ撮影並びに録音の申し出がありました。これを許可することにご異議ございませんか？はい、ご異議ないと認め、採用に決します。報道関係の方々に申し上げます。撮影等においては会議の進行の妨げにならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。それではタブレット端末の資料00を議事順序により本日の議事を進めたいと思いますが、これにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、そのように進めさせていただきます。まず諸報告であります。前回の委員会において決定いたしました文書問題調査特別委員会運営要領については、タブレット端末の資料01の通り配布しておりますのでご了承願います。次に資料配布の申し出の取り扱いについて2件お諮りします。前回の委員会において丸尾委員より同委員が実施された県職員向けアンケート調査の結果等について委員会で参考情報として共有したい旨の申し出がありました。つきましては本申し出を許可することに対してご発言があればお願いをいたします。はい、はい、長谷間委員。ですね、まずこの百条委員会という重要な会議ですね、丸尾委員の作成した私的なアンケートを提出しようということ自体がおかしいというふうに考えておりまして、どういった経緯で誰に対してアンケートを取ったものなのか、本委員会で実施要領も承認されていない私的なアンケートになっています。で、このような私的な文章は、今回の告発文について、我々委員が何らかの判断をするにあたってですね、参考とする価値のないものというふうに思います。で、そもそも少人数の募集団に対してですね、行ったアンケートであること、かつ丸尾議員の周辺にいる職員というフィルターがかかっている時点で、調査結果に何の客観性もない無意味なものであると言わざるを得ないというふうに考えております。で、したがって配布することは容認できないというふうに考えております。はい、以上です。はい、松本委員。はい、前回の、アンケートの時にも申し上げましたけども、アンケートそのものが、事実を認定するようなものでもございませんし、あくまで参考として、扱うという中で、前回、丸尾議員の方からも発言ありましたけども、そもそもそのアンケート結果を、会見で、お話しされてたりとか、我々も報道を通じて、ある程度知っている内容ですので、あくまでそれを、共有するという意味ですから、逆に反対する理由が見当たらないというふうに思いますが。採用していただいて結構かと思います。はい、じゃあ竹内委員。丸尾委員のですねアンケートには、授乳室をですね知事室に変更したというような、これは我々議員でも知らないようなですね、職員しか知らない内容が書かれてまして、それは知事も認められたということでございまして、その事実の信憑性について極めて高いと、逆に高いと、そういう文章をですねこれだけ県民の皆さんが注目をしている特別委員会に出さなくていいと、このように発言されるのはですねどうしても納得できません。そうした我々の調査に必要な文書についてはぜひともですね提出をしていただきたいと思います。はい、丸尾委員。事実関係だけお伝えをしたいと思うんですが、先ほど増山委員の方からその、丸尾議員に近い、県職員の方のというような発言もありましたけれども、これは4月26日に県庁前で、300枚 の、 アンケート用紙を配布をした、誰かに特定をしてということではなくて、県職員皆さんに不特定多数にということで配布をしました。で、合わせて今回2回目のアンケート結果もお付けしているんですが、それは阪神北県民局と、あと阪神南県民センターで、合計で110枚ほどを配布をしたんですが、これも同じくその朝入り口で不特定の県の職員の方ということで、確認をした上でお渡しをしたということで、何らとその特定した人に渡したことは一切ありませんし、それは公正中立なというかニュートラルな形での
回答いただいたというふうに思ってますので、これだからその、一部だから事実も竹内に言われたように事実もありましたけれども、すべてが事実というよりも、まあ、あくまでまあ参考情報でということ で、その中でまたいろんな調査をしながら、あるいは県の職員の皆さんの声も聞きながら、事実もあるかもしれない、ちょっとやっぱりその伝言で少しずれてる部分もあるかもしれないですけど、その、まあ、参考情報としては十分に役立つものだと思いますので、それぞれ その採用不採用は皆さんで考えていただいたらいいと思いますが、資料についてはぜひ配らせていただきたいなと思います。はい、下本委員。はい、私も丸尾議員から提供を受けて読ませていただきましたけれども、それを先ほど増山議員が私的なアンケートというふうな表現は大変失礼ではないかと思います。で、客観的に私も県庁前で不特定多数の職員に配ったという事実も知っておりますし、でその中で300枚のうち21名の方が返してくださったということの重みもあると思うので、まあ、それの中にはそう聞いたとかっていう表現もありますけれども、事実もきちんと含まれておりますの で、あくまでも百条委員会はきちんとした調査をするというところなので、必要なものは参考資料として私たちが手にすることはとても必要なことだと思いますので、ぜひ配布していただきたいと思います。はい、谷。はい、増山委員。まあ、一個一個いろいろお話しあったのでちょっと言っていくとですね、まず一部が事実だったからといって信憑性が高いというふうに言い切ること自体がですね、おかしいというふうに思います。まあ、多分にですね、伝聞であるとか、まあ、先ほど言われましたけれども、そういった内容も含まれていると思いますので、まあ、それを一個事実だったから、あ、これ信憑高いぞっていうふうに言ったら本当にこれね、問題ですよ。どんどんこういう形でその資料が集まっていって、事実か事実でない証拠が集まっていって、それが事実かのように報道されていくということがありますので、まあ、それも含めて提出すべきではないというふうに考えます。で、まあ、先ほど私的なアンケートと言われたのが失礼という話がありましたけれども、これ完全に私的なものですよね。公的に何か認められた部分は何もないじゃないですか。で、我々が要領について何か承認して取られたものでもないし、それをこれからやるかどうかを決めようとしているものですから、アンケートについては我々が主導して取っていくのか取っていかないのかを決めて取るならば我々が取るというのが筋だというふうに思います。で、まあ、全体の傾向を把握するという意味においても重要だという話がありましたけれども、まあ、私的なアンケートはですね、例えば中にある恫喝という言葉、これもですね、本当に恫喝だったのかというのが最終追及できないわけですよ。丸尾さんのアンケートに関しては匿名という部分もありますし、それをきちっと精査して、いや、これは本当に恫喝に当たるのか当たらないのかというのを調べていくことも我々の任務ですから、まあ、それが分からないようなアンケートをここに提示することというのは非常に問題があると思いますので、まあ、提出すべきではないというふうに思います。はい、はい、上野委員。私は何が問題なのかよく分かりませんね、正直言いまして。別に資料として参考にさせてもらうわけでしょ。そのことで白黒をつけようという話ではないでしょ。ですから、あくまでも参考資料として提出いただくんやから、それは十分可能だというふうに思います。以上です。谷口さんですか。はい、はい、増山委員。逆に聞きたいんですけど、委員の皆さん、仮に提出に賛同する場合ですね、我々の判断材料として何らかの有用性があるというふうにお考えだからだと思うんですけれども、このような私的な文章がですね、何の判断材料なのかちょっとお答えいただきたいんですが。はい、長岡委員。丸尾委員が取れたアンケートね、別に平均を取ろうとか数を競おうとかそんなもんじゃなくて、100の中から一つの情報を大切に扱っていくということです。ただそれだけなんですわ。そこで信憑性をそれは参考にすると、みんなはもう共有しているわけですから、それだけなんです。それ以上先生そんなに、そんなにいいですか、いいですか。いや、その程度のものであれば、挙手で。はい、増山委員。
いや、その程度のものであれば、我々が行うアンケート、まあ、我々が行うかどうか決めようとしているアンケートで十分だと思うんですけど、なぜわざわざ丸尾さんがされた私的なアンケートをここで提出して、ここに提出された時点で、まあ、ある意味公の文書的な感じで受け止められる。特にですね、マスコミの皆さんはこれまでですね、例えば松本サリン事件とか、あの厚生労働元局長の村木さんの事件とかでですね、あの報道被害出してきたというのもありますけれども、これがですね、一人歩きして今は現状あるわけですよ。まあ、いろんなところで言われてて、まあ、これが事実かね。そういうふうにならないように我々が正式にアンケートを取るなら取って、それをもとにみんなで議論しようじゃないかということを言って、じゃあここに提出されて、じゃあそれについて議論しないで、これ確かか確かじゃないか分かりませんよねという中で、何をこのもとに議論しようとしているのかをよく分からないんですけど。はい、じゃあ正本委員、はい。丸尾議員の取ったアンケートについて、一つ一つ判断するというものではなく、あくまでもこの今、文書問題に関わっての参考資料ということですので、あの提出していただいていいのではないかと思いますが。はい、岸口副委員長。あのこの委員会でですね、あの前回ね、あの委員会としてアンケートを実施すべきではないかという意見がありました、要望がありました。でこのアンケートというのは、あの実施の方法とかですね、対象とか設問の内容、まあ、これによって非常にこうバイアスのかかったものになる可能性といいますか、懸念がねやっぱり大きいんですね。で、まあ、そういった中で我々の委員会の中でですね、そういったアンケートの取り方を協議をした上で、そのアンケートを実施をしようという、まあ、機運が今あります。まあ、その中で、丸尾さんが私的なアンケートをねお取りになった、いやその中身についてねどうこうじゃなくて、やっぱりそういうものを我々委員がですね、協議をする前にみんなで共有するのではなくてね、自分たちで取ったアンケートをもとに議論を進めていけばいいじゃないですかということなんですよ。だからあえてね、今わざわざそれ出していただかなくても、今からこのアンケートを我々の委員会でやってですね、それを正確な情報として使えばいいじゃないですか。そのことを言いたいわけです。はい、松本委員。別にその資料を持って議論をしようと思っているわけではありません。まあ、あくまでどういったものを取られたかということを見せていただくだけの話ですし、まあ、そもそも、まあ、アンケート自体に、まあ、前回副委員長もあんまり肯定的でなかった、まあ、そこら辺の考え方の違いは思うので、まあ、ここはもう普通にもう決を取っていただいて、進めていただいたらいいんちゃいますかね。はい、佐藤委員。なんですけど、まあ、結局どこでどう取ったのかっていうところが、まあ、このアンケートのところで疑問ではあったんですけど、先ほどから丸尾委員もおっしゃってますし、まあ、そういった疑問は別に解消されてるのかなとは思いますんで、まあ、皆さんおっしゃってる資料は多い方がいいだろう、これはまあ理解できないこともないんですけど、ただ委員会でもこれからアンケート取ろうとしてるとは思うんで、まあ、それらも含めてこのアンケートを皆さんにお配りするかどうかも決取っていただいて決めていただいたらいいかなと思います。はい、あ、じゃあ、すみません、1個だけ最後いいですか。あ、はい、どうぞ。すみません、佐藤あと丸尾先生のその私的なアンケートってことで言ってますけど、ちょっとこれ表現は違うかなと思いまして、個人で調査されたことだと思いますんで、まあ、そういう表現で我々は認識しております。だから別に私的なアンケートとかそういう意味じゃなくて、個人で調査されたっていうところだけなので、まあ、それをベースにっていうところにちょっと疑問があったんですけど、まあ、今のお話でまあ理解はできました。はい、どうぞ。はい、私的なアンケート、それから、価値がない、それから、まあ、そのサンプル数が少ないとか公式でない、我々はいろんなデータをこれからもらうんですけども、その情報について一個一個基準をつけて、でそれを決めながら判断するとなると非常に運用がまずくなるので、できる限り多くの職員や県民の方からの意見をいただくて、その中から我々の判断として正しい県の在り方とか、組織論を導くということが仕事ですから、その一定の基準でもってこれはアウト、これは OK ということを決めるということは、まあ、いささかちょっと、まあ、猟犬的に狭く、もっと広くやるべきということからは、
公開すべきだと思いますし、それから今回を公式なアンケートを委員会として取る、そのことについての比較だったり参考になるというような大きな面から言えば、まあ、それは決定に影響するものではなくて、それを強要するアンケートでも多分ないと思いますから、これからの姿勢としていろんな情報を広くいただくという意味において今回は許可することに賛成します。はい、岸口副委員長。すごいですね。まあ、ここはもう多数決取っていただいたらね、それで結構かと思います。ただ今後この委員会でですね、我々がじゃあどういうルールでねこういったものを出していいのかいけないのか、じゃあ出されたものは全て配るのかということにつながってくると思うんですね。ですからそういったところの基準をねしっかり示しておく必要はあると思いますんで、そこはねしっかり運用の中でね、どんなものなら出していいのか、どんなものは出すべきでないのか、それをね決めていただかんとね、例えばじゃあ我々が来週アンケートを実施します、それをその次の委員会でまた出しますと言ってそれを受けていただけるんですか、ということにつながってまうんだね。はい、ですからそれだと両者のね思いが違うものであるならば、いや違うということで出す出さないで決まるというのは非常に不公平なのでね、そこの運用は統一していただきたい。はい、岸口副委員長からもありました通り、多数決でという話もありましたが、まあ、ちょっと議論も出尽くしているのかなと思います。平行線かなと思いますので、お分かりしたいと思います。ただいま の丸尾議員のアンケートについてですが、本申し出を許可することに、賛成の委員は挙手をお願いいたします。挙手多数であります。よって本申し出を許可することに、決定をいたしました。配りますか。まだ配ります。続いて、渡瀬康秀氏より当委員会委員宛て文書配布の申し出がありました。つきましては本申し出を許可することに対して、ご発言があればお願いをいたします。はい、増山委員。もう渡瀬氏から出されている文書についてですね、まあ、現状ではその告発文といわれるものですとか人事課による調査資料というものが手元にまあ何もない状況で、渡瀬氏発信の文書を現段階で配布するということは容認しかねるかなというふうに思います。で、まあ、現論点もですね、議題も判断材料もない中で新たな文書を配布するということにはまあ、意味がないというかですね、もし主張があるならば今後の承認に立たれた時ですとか、まあ、当局から資料が提出された時に、まあ、配布されるというのでは分かりますけれども、まずそれが最初に出てくるということ自体はちょっと容認できないかなというふうに思います。発言ありません。はい、どうぞ。今の増山委員が言われたのと、まあ、全く反対からの考え方で、先ほどの丸尾委員 の調査の案件と、まあ、似たようなことになるのかなと、今の論点とか判断、今まさにどんな文書かわからない時点で、それこそまずは我々が見て、その文書に我々は左右されるわけがないです。今回は文書のをしっかりといろんな情報を集めて調査しようということですから、そのいろんな判断材料になるのは今からいろんな部分で集めていく中で、まずもう文書が出てるんか出ようとしてるのか分かりません。出てるんですか。出てるんですか。ならぜひしっかりと我々も見て、これがだからその恣意的に我々そんな流されるような委員会だったらダメなんで、しっかり見せていただいて、やっぱり判断材料は多く集めるべきなんで、今の考え方には賛成しかねます。谷ご発言ございますでしょうか。はい、竹内委員。この委員会がですね、設置されましたのが6月13日の本会議だったかと思いますけれども、我々はこの設置議案を提案いたしました。その理由はですね、渡瀬氏から提出された文書について審議をですね、調査をすると、この委員会の目的そのものであります。しかしこの委員会の設置に反対をされた会派も
おられました。これはまあ賛成多数ということで議決をされましたが、今までの議論を聞いてみますと、我々がアンケート、丸野さんのアンケート、また渡瀬氏が追加で提出してきた文書について、我々委員の元に見せなくてもいいと。この委員会の設置の目的が、この文書にかかることの事実解明をするにあたって、必要ないと。そのような立場でですね、連続して発言されますと、委員会設置の反対の時の立場そのままでですね、議論されているように移りまして、今後の議事進行にですね、疑惑の調査解明に後ろ向きな印象をどうしても与えてしまうんですけれども、すべての案件においてですね、我々の情報を遮断するような提案を連続的にされるのは少し控えていただきたいと思うんですけれども。はい、岸口副委員長。先ほどの竹内委員の発言ですけれども、我々は全くその委員会の審議をですね、阻害しようとか邪魔しようと、そんなつもりは全くありません。で、この委員会が設置される根拠となったのは、会議文書もしくは告発文にある7つの疑惑というのが一つの根底にあります。で、じゃあこの中でね、その文書を受け取った方あるんですか？竹内さん受け取ったんですか？文書。ちょっと文書、受け取ったんですか？おかしいじゃないですか。副委員長、この渡瀬さんのこの委員会宛ての文書の配布の申し出について、今配布するかどうか、それが許可していいかっていう議論していただきたいと思いますので。わかりました。はい、岸口委員長。じゃあ、話戻します。まず、この文書ね、どういうルートでここへ出てきたんですか？それをちょっと教えてください。いや、これ教えてくださいとかじゃなくて、もうこれ、100特別委員会設置されてますんで。どなたが持ってきたんですか、じゃあ。何の文書ですか？いや、この文書。この、渡瀬さんのこの文書。何で持ってるんですか？いや、これ、どんな内容についての文書かわからないのに、議論ができへんと言ったら、出してもらいましたよ。いや、わかりました。ちょっと整理させてください。渡瀬康秀さんから、この委員会宛に文書の配布の申し出がありました。で、この申し出を許可することに対して、議論をお願いしたいと思います。はい、どうぞ。ということで、何の文書を配布したいという話が来てるのかっていうところですよね、今。いや、違います。渡瀬さんから、この当委員会宛に文書配布の申し出があります。うん、でその文書は前に僕らこれを許可していいか、前に僕ら請求したあれですかね、7項目が書かれている文書とはまた別のものなんですか？あ、別のものです、はい。あ、そういうことですか。はいはい、わかりました。でもこれどっから出されたのか、それは聞いていいんじゃないですか？いや、渡瀬さんが作成した文書ですね。文書をどなたが受け取ったんですか？これ事務局ちょっと説明いただいていいですか？あ、委員長、議事課長、はい、その文書につきましては、議事課の組織宛のメールの方に届きました。確認、本人の確認、じゃあ本人の確認。その本人に確認取れてますか？はい、はい、ご本人にも確認は取れております。いいですか？はい、どうぞ。増山委員、先ほど、先ほどですね、竹内委員が言われた、続けて、提出しないように言うというのは、ちょっと誤解というか、事実誤認がありまして、私はこの渡瀬さんがですね、提出しようとしている文書について、提出するななどということは一つも言ってません。現段階で提出するのはおかしいんじゃないですかと。ですから、我々に対して、渡瀬氏の告発、7つの告発文と人事課がやった調査の内容が提出された段階で提出するのであれば分かりますと。論点も議題もはっきりしてますから、それに対する資料として提出されるので分かりますと。許容してますので、先ほどの発言はちょっとおかしいということで、訂正をさせていただければと思います。はい、長岡委員。広く情報を集めたいと。で、特に渡瀬さんから出されたもんだと今確認取れましたんでね、やっぱり今いいんじゃないですかね。それが普通だと思うんです、特に、はい、今、はい、
はい、じゃ、マルウィン、はい。すみません、あれですね、物事の真実を追求する場合に、それはそのさまざまな立場で、そのさまざまな情報があればあるほどいいんですよ。で、私たちはそれが事実かどうかということをより丁寧に細かくしっかりと事実解明をしていくという、そのための委員会です。で、あとはその、まあ、タイミングも実は早い方がよくて、で、できるだけだからその情報共有を最初の段階でした上で、いろんな調査をするにしても、あ、こういう見方もできるなっていうことで入っていくと、より深く事実確認できるんですよ。だからそれはだから後になれば、あ、実はね、最初にちょっと思ってた認識よりもずれた段階で情報が出たとして、なかなか引き戻すことができないんで、それはだから最初に情報共有して、で、全体の真相解明に当たっていくと、これ事実を確認していく時のその非常にシンプルな法則だと思います。だから、ということで、ぜひ資料は配布してください。いや、さっき、はい、どうぞ。増山委員が言われたように、今からいろんな調査の資料の中で、まあ、調査を整理する意味では一理はあるんですけれども、ただこういう何でもこういう特別委員会で調査をする中では、資料というのはその都度やっぱり出てくるので、まあ、たまたま中身は分かりませんけれども、増山委員の、まあ、尊重したとしても、いろんな調査資料が出てきたら、その都度に我々が特別委員会で判断していく、やっぱりこの原則は大事だと思いますので、ぜひみんなに見せて、それがどう影響するかは我々の責任で、選ばれとんですからやりましょうよ。はい、黒川委員。まず最初に事務局に確認させてください。今回今話題になっている文書はいつ事務局にメールで届いた文書ですか。委員長、議事課長は。はい、どうぞ。今週火曜日だったと思います。今日は木曜日。はい。はい、すみません、ちょっと手元に確認しようがありませんが、月曜日か火曜日かどちらかです。委員長。はい、黒川委員。はい。この委員会でやっぱり我々は真実の解明を求めている中で、広く情報を取りたい、それも最新の情報を取りたいという意味ではですね、まさしくもともとの話題になったのが3月の十何日付の文書というところからスタートしているんですけれども、最新の情報であり得るということ、考え方が私さん自身の気持ちが伝わっているのではないかなということ、それを情報を得たいという気持ちがあります。そしてこれからですね、多分委員会でもご本人に証言をしていただくようなことになってこようかと思いますけれども、それも含めて今2日前に届いた状況、まさしく最新のお気持ちというものをね、我々はやっぱり知って、それこそこの委員会としての、審議がスタートするんではないかなと思いますので、ぜひとも公開をしていただきたいと思います。はい、さっき正野委員。はい、繰り返しになるかもしれませんが、この百条委員会はその渡瀬さんの文書の7つの項目について一つ一つ明らかにしていくということが調査事項であり目的だと思うんですね。で、そういう中で渡瀬さん自身がこの百条委員会に文書を提出したいということであれば、当然私たちはそれを受け取るべきだと思いますが、ですのでぜひ許可をしていきたいと思っています。はい、岸口副委員長。もうこれ最後にしますけど、渡瀬氏はですね、やはり我々百条委員会設置されたことでね、根本となるもともとの解文書か告発文か、それを出すべきではなかったんでしょうか。それを出さずにね、別のものを出してくるというのは、それは私はね、順番が違うと思いますよ。それだけ申し上げたいと思います。はい、増山委員。はい、まあ、岸口さん、委員が言われたようにですね、順番が違うんですよ。だから我々は別に出すなとは言ってないし、出していいよ、でも順番が違うんじゃないかということを言ってるということなんで、別に、まあ、皆さん言ってる、出した方がいい、出した方がいい、私も出した方がいいと思いますよ、それは。出せばいいんですよ。だから順番が違うんじゃないかということを言ってるだけです。そうです、そうです。もちろんそうです。この段階で出すことは、おかしいんじゃないかと言ってる。あと竹内にね、さっき私が文書を出すなって言ってるような発言されて、まあ、出てられましたけど、それについて何か発言ないですか。
いや、竹内さん、今ね、松山委員が自分も、出したらいいとおっしゃったんで、この委員会の運営にご協力いただけるんでしたら、私はそれでいいと思います。ありがとうございます。はい、分かりました。ちょっと念のため、お分かりしたいと思います。本申し出を許可することに賛成の委員は挙手願います。挙手、多数であります。よって、本申し出を許可することといたします。これで、諸報告を終わります。文書配布します。はい、次は証人尋問及び資料要求の手続きについてであります。まず証人尋問の手続きについてです。このことについて私の方で試案を作成しましたので、事務局から説明をさせます。はい、事務局どうぞ。着座にて説明させていただきます。タブレット端末資料02-1をご覧ください。証人尋問の手続きについてご説明いたします。まず、証人出頭までの流れについてです。基本的な流れをご説明いたします。各委員は、委員会開催日の1週間前までに、出頭を求める者の住所及び氏名、及び証言を求める事項について、委員長に証人尋問申し出書にて申し出ることとします。その後、1、委員会で出頭を求める者を決定。2、委員長が議長に対して証人出頭要求書を提出。3、議長が証人に対して出頭請求書を送付するという流れになります。なお、出頭を求める委員会の日時については事務局にて調整することとし、証人に対しては委員会開催日の原則5日前までに出頭請求書を届けるものとします。以上をまとめたものが下の手続きの流れの図になります。ここでのポイントは、証人尋問を行う委員会の前に、出頭を求める者を決定する委員会を開催する必要があることです。以上が基本的な流れとなります。なお、今後の証人尋問のスケジュールを作成するにあたり、委員が求める証人の全体を把握する必要があることから、今回に限り、この第2回終了、委員会終了後、できるだけ早く証人尋問申し出書を提出いただけたら幸いです。次に、証人尋問の実施についてご説明します。まず、尋問時間です。証人1人当たりの尋問時間は、証人の心理的負担等に配慮し、1日2時間以内を原則とします。次に、証人尋問の進め方です。各委員は、証人尋問のある委員会の開催日の5日前までに、委員長に尋問希望項目申し出書にて申し出を行うこととします。証人尋問の流れは、1、総括尋問を委員長から行った後、2、各委員から尋問を行う流れとします。総括尋問の方法です。委員長は各委員から提出された尋問希望項目のうち、共通する事項について総括尋問で取り上げます。また、証人尋問を行う委員会の冒頭にて、総括尋問で取り上げる項目について、委員に対し説明し、了承を得るものとします。総括尋問は25分以内とします。各委員からの尋問は、総括尋問以外の項目及び総括尋問で不足している内容について取り上げることとします。なお、尋問希望項目申し出書以外の項目について尋問することは妨げないとしています。と言いますのは、質問通告と異なり、事前申し出が尋問を効率的、効果的に行うためのものであるからです。次に、会派の持ち時間は、委員1人当たり5分×所属会派の委員数を基本とし、
交渉会派にはこれに5分加え、尋問の順番及び時間は自民党35分、維新の会20分、公明党15分、県民連合15分、共産党5分、無所属5分とします。全会派及び無所属議員一巡後、追加の尋問がある場合、当該承認の尋問時間が2時間に達するまで、残時間について委員1人当たり5分以内を原則として尋問を認めることとします。2ページ目以降は様式になりますのでご確認ください。説明は以上です。はい、事務局から説明は以上のとおりでありますが、ご発言があればお願いいたします。はい、丸尾委員。まあ、全体の流れ、おおむね結構かと思います。で、ですね、ちょっと、ここで言うことかどうかわからないんですが、その他 その百条委員会を設置した自治体で話を聞くと、やはりその問われる側はそのだらだらと回答するということで、一問一答でそのイエスのまあはっきり聞くということで聞いた方がいいのかなということが一点と、それはまあ余談です。で、それと職員の方をもしその証人として呼ぶときに、これも池田の事例ですけど、その幹部職員はその公の場でまあ顔も出してもらってというやり取りをしてますけど、職員の方についてはできるだけそのまあプライバシーだとか不利益だとか被らないようにということで、そのついたてをしたりだとかですね、ちょっとその職員を守る手立てっていうのは考えていただきたいなと思います。以上です。いいですか。あ、事務局どうぞ。はい、その点につきましては理事会等で諮った上で基本的人権を守りつつ承認事務を行えたらというふうに考えております。他にご発言はありますでしょうか。はい、正本委員。今ご説明があって確認なんですけれども、まあ、今回昨日の事務局のご説明ですと、次の、まあ、7月5日ぐらいまでにまず出してほしいというふうにも前もって言われてるんですけど、それ以降でも出すことができるということですね。で、必要であれば証人の方も証人として出頭していただくとか、出頭っていうんですかねとか資料も必要だということがあれば申し出もできるし、まあ、申し出して採用するかどうかというのはまた委員会の中で測ると思うんですけど、そういうの理解でいいんですね。はい、事務局お願いします。とりあえずできるだけ早くいただきたいという趣旨が承認のボリュームがわからないと今後のスケジュールが組み立てようがありませんので、とりあえず急ぎいただけたら助かるということで、その後の流れとしましてはこのルールで決めておりますように委員会の1週間前にいただければ当然追加でも承認は出頭を要求することができますので、その点申し添えておきます。はい、よろしいでしょうか。はい、他にご発言はございませんか。はい、それでは発言がないようですので、この際、お諮りいたしますが、承認事務については、試合の通り行うことにご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、そのようにさせていただきます。次は、資料要求の手続きについてです。このことについて、私の方で支援を作成しましたので、事務局から説明させます。委員長、事務局。はい、事務局お願いします。それでは説明させていただきます。タブレット端末の資料02の2をご覧ください。資料要求の手続きについてご説明いたします。まず資料要求の手続きの流れについてです。各委員は提出を求める資料を決定する委員会の開催日の1週間前までに資料の提出を求める者の氏名及び提出を求める資料について委員長に資料提出申し出書にて申し出ることとします。その後は1、委員会で提出を求める資料を決定。2、決定に基づき委員長が議長に対して資料提出要求書を提出。3、資料提出要求書に基づき議長が資料を提出求めるものに対し資料提出請求書を送付するという流れになります。なお、資料の提出期限は議長による資料提出請求書の送付日から15日後とします。以上をまとめましたのが下の手続きの流れの図になります。次にその他です。兵庫県内の団体等に調査紹介または資料送付要求を行う場合は議長は団体代表者に対して
調査紹介書または資料送付要求書を送付するものとし、手続きは上記を順用するものとします。2ページ目以降は様式になりますのでご確認ください。説明は以上です。はい、ありがとうございます。事務局からの説明は以上のとおりでありますが、特にご発言があればお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは発言がないようですが、この際お諮りいたします。資料要求については試案のとおり行うことにご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、そのようにさせていただきます。続いては今後のスケジュールについてであります。このことについて私の方で試案を作成しましたので、事務局から説明させます。はい、事務局お願いします。タブレット端末の資料03をご覧ください。今後のスケジュールについてご説明いたします。まず日程です。第3回委員会については7月中旬に開催いたします。内容は証人尋問、証人出頭要求、資料要求、アンケート調査の実施の可否を議題といたします。必要に応じて説明員の説明を求めます。なお第3回で取り扱う証人尋問、アンケート調査については後ほどご協議いただきます。次に第4回以降、委員会以降は7月下旬から11月にかけて月 1,2 回程度開催したいと考えております。内容は証人尋問、説明員の説明、必要に応じてですが、それから証人出頭要求、資料要求を予定しております。なお証人尋問につきましては文書の7項目の項目別に順次実施することとし、その順番は各委員からの出頭要求の状況を見て承認数や優先順位等を勘案しながら決定いたします。必要に応じ同一項目について複数回の承認尋問を実施することとします。そして11月から12月頃に調査報告書の取りまとめを行い調査を終了いたします。ただし調査の進捗状況によっては時期を前倒しまたは延長することになります。説明は以上です。はい、ありがとうございます。ただいまのご説明についてご発言ございますでしょうか。はい、黒川委員。はい、この委員会をいつまでやるんだという話が前回の時にもございました。審議終わるまでということで、お尻を決めずに委員会スタートしているんですけれども、私はこの委員長の試案で賛成です。一つの蹴りとして年内をめどに、必要とあらばということでありますから、この日程このスピード感でやっていただければいいかと思います。はい、ありがとうございます。谷、はい、佐藤委員。7月下旬のところの真ん中のところに承認尋問とか入ってるんですけど、文書の7項目項目別に順次実施って入ってるんですけど、この文書自体僕らないので、これ前回も多分話したと思うんですけど、いつ頃いただけるのかなっていうのを、ちょっとこのスケジュールの中ではどういう想定で考えられてます。はい、この後ですね、資料要求する上で、渡瀬さんの文書を資料要求します。でこれはもう迅速に皆さんの手元の方、手元に配布させていただきたいと思いますので、それをもとに検討していただければと思います。理解しました。はい、はい、ありがとうございます。はい、マロウ委員。ちょっと中身についてまた後で言いますけど、その職員アンケートの関係で、で情報が少ない中で、まあ、非常に重要な位置を占めるのかなという、実施するかどうかというのはこの後の話になってしまうんですけど、もし、実施するということになれば、できるだけ速やかにですね、早い段階でちょっと情報が整理できれば、後の、審議がスムーズにいくかなと思います。以上です。はい、谷川さん。はい、先ほどの佐藤さんの話 の、 補足になるんですけれども、特に1回目 の、 です、ね、人事課の調査の資料、これがないとです、ね、やっぱりその渡瀬氏の尋問って、ね、できないと思うんですね。ですからその資料の提出のあった日と渡瀬氏の証人喚問の日にちは、ね、十分な、まあ、資料の読み込みができるようなご配慮をいただきたいと思います。それから2つ目、黒川委員からも指摘ありましたけれども、12月、まあ、年内を、ね、めどに結論を出していこうという取り組みについては我々も賛成をいたします。以上です。はい、先ほど尋問の順番等々まだ理事会で協議をしていきたいと思いますので、よろしいですね。はい、お願いいたします。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは発言がないようでありますので、この際お諮りいたします。今後の委員会運営については、試案の通り進めることにご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、そのように進めさせていただきます。次は、資料提出及び承認出頭の要求についてであります。まず、資料提出の要求についてであります。前回の委員会において、委員からご意見もございましたが、今回の問題の発端となる、令和6年3月12日付の元県民局長の文書及び令和6年5月7日付で発表された元県民局長に対する処分決定にあたり人事課が行った内部調査の結果については議会に対して当局から資料提出がなされていない状況であります。つきましては委員会としてこれから本格的に調査を進めていくにあたりタブレット端末の資料04-1の通り、渡瀬康秀氏本人に、令和6年3月12日付文書、斉藤元彦兵庫県知事の違法行為等について、並びに報道でも取り上げられた令和6年4月1日付の報道機関宛て文書の2点を、当局には令和6年5月7日付で発表された元県民局長に対する処分決定にあたり人事課が行った内部調査の結果及び内部調査にかかる根拠資料をそれぞれ資料の提出を求めたいと考えます。以上についていかがでしょうか。ご異議ございます。はい、上野委員。できましたらですね、西播磨県民局長メッセージというのが、この今年の初めに出てますね、今削除されてますけれども、それも提出を願いたいというふうに思います。これは後日の上かな、次回。はい、それまた次回、ちょっと検討されて、今回はこの文書をもとにですね。はいはいはい、そうなんです。また次回以降それは、はい、資料要求していただければ。はいはいはい、動員。はい、これさっきの運営要領でいくと15日以内ということですけど、これはもう速やかに提出いただきたいと思いますので、できるだけ早く我々も目を通したいと思います。よろしくお願いします。はい、他にございますでしょうか。よろしいですか。それではご異議ございませんか。はい、それではご異議内容ですので、委員長から議長宛に、要求書を提出することといたします。次は次回委員会における承認出頭の要求についてです。これまで議会としては問題となっている文書の作成者である元西播磨県民局長に対して直接説明を求める機会がありませんでした。今回当該文書を入手した上で、まずは元県民局長渡瀬康秀氏への承認尋問を行うことが今後の調査にとっても肝要であると考えます。つきましては渡瀬氏に対してタブレット端末の資料 04-2 の通り、次回の委員会に承認として出頭を求めたいと考えますが、いかがでしょうか。はい、それではご異議ないと認め、そのようにさせていただきます。なお元県民局長に承認尋問を行う次回委員会の日程等については後ほど協議確認事項の際に協議させていただきます。次は職員アンケートの実施についてであります。前回の委員会において多くの委員から今後の調査の参考とするためにアンケート調査の実施を求めるご意見がありました。アンケート調査の対象者に県職員 OB や外部の方を含めることについては議論が分かれましたが、現役の県職員に対して実施することについては異論がなかったものと考えます。私といたしましても、これから委員会として調査を進めていくにあたり、県職員の生の声を聞くことが実態を把握する上で参考になるものと考えております。つきましてはまずは現役の県職員に対してアンケート調査を実施するべく、委員長試案をタブレット端末資料05の通り作成しましたので、事務局から説明をさせます。はい、事務局お願いします。タブレット端末の資料05をご覧ください。県職員対象アンケート調査実施要領についてご説明いたします。まず目的です。本アンケート調査は本委員会の調査事項である文書に記載されている7項目の内容の審議に関連する事項について、県職員の認識状況を把握し、
今後の調査の参考とするために実施するものです。2、対象者は会計年度任用職員、非常勤職員を含む兵庫県職員とします。3、調査方法ですが、庁内電子メールを職員及び組織宛に送付することとします。4、回答方法については、回答者は原則インターネットにて、記名または無記名のいずれかで回答を行うものとします。ただし、希望する職員については、郵送による回答も可能とします。なお、アンケートの回答にあたって、無記名による回答も認めることとすることから、委員は個々の回答内容の真偽は今後の調査によって明らかにすべきもので、回答内容をもって事実確定としないという認識を共有するものとします。5、回答者の保護についてです。1、記名で回答した者の氏名については、議会事務局の本委員会担当者が管理することとし、本人の許可を得ない限りは公開とせず、漏洩防止のため、委員や他の事務局職員にも知らせないこととします。2、無記名で回答した者については、システム上特定できないようにし、氏名の特定は行わないこととします。6、回答内容の取り扱いです。回答内容のうち、自由記述以外は数値化して集計し、自由記述については、個人の特定が可能な箇所や、不適切な表現等を除き、活字にて公開するものとします。7、アンケート用紙試案は、2ページ目以降をご覧ください。2ページ目をご覧ください。アンケート調査への協力依頼文になります。先ほどの実施要領試案を踏まえたものとなっているため、説明は省略させていただきますので、後ほどご確認ください。なお、中ほどに QR コードがあります。こちらはテスト用になりますけども、現在でもスマホで読み取っていただくと、3ページ目以降のアンケート用紙に入力することができますので、後ほどご確認いただければと思います。3ページをご覧ください。3ページ目以降は、アンケート入力フォームのテスト画面となっております。このテスト画面そのものをアンケート調査に使うわけではありません。4ページをご覧ください。中ほどの7番の箇所をご覧ください。9.1、伊予部誠理事長ご逝去に至る経緯について、一つだけマークしてくださいとして、A、目撃等により実際に知っている、B、目撃等により実際に知っている人から聞いた、C、人づてに聞いた、D、知らないの4つの選択肢を設定しております。B、C を分けたのは、同じ聞いた場合でも異なるためです。なお、選択肢 B、C については、新聞やインターネットで知ったものは含みません、という注記も行っております。以下の設問についても同様の考えで設定しております。説明は以上です。はい、ありがとうございます。事務局からの説明は以上の通りでありますが、特にご発言があればお願いいたします。マロイン。全体のそのアンケートは大変ご尽力いただいてありがとうございます。で、2つあるんですが、1つはちょっと前回にも話をしたその県職員 OB の話で、実際にやはり現役の職員非常に回答しづらいだろうなということはやっぱり漏れ伝え聞くところです。で、県職員 OB についても本当アンケートができればいいんですが、対象が広すぎてそもそも手続き自体が成立しないということになるんですが、ただ例えば県議会のホームページで情報を要請くださいというような形を取るだとか、あるいは議員が直接アンケートを開始をして、で事務局に提出するだとか、ちょっと実際にいろんな経験もした最近退職した職員もいらっしゃるわけですから、そこの情報っていうのは非常に重要ですし、情報としては出しやすいんで、ちょっと県職員 OB の何らかのその情報を入手するルートだけ確保できないかなというのが1点です。でもう1点は、これはあれですね、池田市だとか大阪府池田市だとか山形県の鶴岡市だとかでもやってます、県職員、市の職員のアンケートを取ります。で、それはだから、
匿名情報だとか実名情報だとかいろいろ混在してるんですが、事実関係がそれだけではよくわからないんで、実名の方については、あるいは協力もしてもいいよっていう方については、そのヒアリングを実施してるんですね。で、事実関係をそこで確定していってる。で、場合によってはあの証人としても、あの池田では証人として出てきてもらってるということで、ちょっとあのヒアリングという手続きで、場合によっては協力してもらえるんだったら証人として出てきてもらうという手続きも考えた方がいいかなという、以上2点です。はい、ありがとうございます。谷ございますか。あ、はい、正本委員。はい、丸尾委員のご提案に私は賛成したいと思います。それでこの委員のまたは会派によるあの調査もそれぞれされてると思うんですけれども、そのこともやはりこの百条委員会で、事実真実をこうはっきりさせるっていう点では、なんていうんですかね、必要であれば情報提供をするということも含めて広く認めていただきたいと思いますし、ヒアリングもぜひやれたらいいなというふうに思います。はい、丸尾委員。ちょっと漏らしましたけど、その OB の方はやはりきちんと立証するための、材料提供ということで実名で、連絡先もきちんと情報が、ね、取れるやり取りができるようにということで、ちょっと条件は伏したらいいかなと思います。以上です。はい、黒川委員。丸尾議員から2つ提案ありました。OB の方からも意見もらえるというのは、やるべきだと思います。広く、ただこれやり方が実は難しくて、先ほども触れましたけど、ちょっと私の方もいろいろ考えてて、例えば議会、兵庫県議会ホームページに百条委員会として求めるというやり方は当然あるんですけど、それするとですね、全く OB ではない方、一般の方というところも入ってくるとありますから、そういう意味での、OB、あくまでも記名であるとか、部署が、受けた側が分かるという、そういう意味でのくくりをしっかりとしていくのが必要であるかなということと、もう一つ、おっしゃってた分もですね、我々はできればいろんな情報をいただいてますけれども、できれば出てきてくれませんかというのは常に実はあると思いますので、そういう機会があるので、ぜひともそういう方の協力を得るという形で進めていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。今の丸尾さんの OB の方に協力を求めるというのは、やはりもう今、報復といいますかですね、人事的に、後ほど言ったことが不利益にならない可能性もあるし、例えば在任期間が3年近くあって、その中でいろんなことを自分が嫌なことを思ったと、こういうことがありますので、これはやはり実名でですねやっていただくと、実際にいない方がそういうのを防ぐためにというのと、もしそういう方が覚悟を決めてね、承認をするなってもいいということでしたら、我々としてはそれを受け入れていきたいと、私どももそう思います。以上です。はい、ありがとうございます。谷ございますでしょうか。はい、松山委員。1ページ目の中段にあるこの回答をもって事実確定、回答内容をもって事実確定としないというところに関してなんですけど、記名のものについては、先ほど丸尾さんが言われた通り、ヒアリングなり承認かも行うことは非常に僕も賛成ですし、やった方がいいと思うんですけど、無記名のものに関しては、この委員会終わるまで最終事実確定としない状態の中で、無記名で取って、ちょっとどういう意味があるのか伺いたいんですけど、全て記名方式でやって、で、いろいろと問題があると思うので、ここで5番の回答者の保護というところに書いてあります通り、回答した者の氏名については公開されず、他の事務局職員にも知らせないというふうな形で保護されてますので、全て記入式にしないと、回答した人の回答のが無意味になってしまうような気がするんですけど、どうですか。これ私からちょっと意見を言わせていただきたいんですけど、無記名であってもですね、ここに書いている通りなんですけれども、参考とすると、例えば知事がこんなことを言った
と聞いたとか、まあ、アンケート結果で出てきてですね、まあ、仮に知事を、まあ、証人尋問でそういったこういったこと言ったんですかと、で知事がそんなこと言ってないと言えば、まあ、それはそれで事実確定としてそのこと言ってなかったとすればいいと思いますし、ただこのアンケートは、まあ、あくまで参考として取るということで、まあ、当然そこの証拠価値をどのように判断するかは我々委員の、まあ、判断によると思いますけれども、まあ、あくまで、まあ、参考ということで、取る意味はあると私自身は考えております。はい、どうぞ増山委員。今おっしゃったその証拠価値を各委員が判断するということは、各委員が勝手にその、まあ、勝手にというか事実だよというふうに認定してもいいというふうに捉えたんですけど、それと僕と違う、どういうことですか。はい、すみません、私からいいですか。まあ、それはですね、私が独断で決めれるわけでもないですし、あくまでこの特別委員会の中において皆さんの委員を聞きながら事実認定等々を判断していかないといけないと思いますので、まあ、そういったあまりにその現実離れしたというか突飛な判断は起こらないと私は思います。はい、どうぞ松本委員。はい、まあ、今のあたりはまあ前回もちょっと協議になりましたけども、まあまあ大枠というか流れを見るという意味ではやった方がいいでしょうという捉え方で、いいと思いますし、まあ、決めの方についてはその取り扱いを、まあ、しっかり考えて、まあ、できるだけ、証言していただいた方がいいと思いますしということでいいんじゃないかなと思うのと、1点確認です。これ今日この内容も含めて、今回は持ち帰りになるんですかね。はい、そうですね、はい、ですね。で、そのあたりのスケジュール感をちょっと確認、をしたいんですけども、事務局よろしいですか。はい、事務局お願いします。スケジュールとしましては、今回、アンケート案試案を示させていただきましたので、一旦各委員持って帰っていただいて、次回の委員会で意見を、当然修正等も含めてですね、ご意見を賜った上で、可能であれば実施の可否を判断していただければというふうに考えております。はい、松本委員。これ、まあ、案文の中で中断に、まあ、一応日付入ってないですけど、まあ、締め切り設けるような形になってるかと思うんですけども、これ、まあ、次回、測ってですね、そのどれぐらいの期間で、集計して、どの何回目ぐらいの時点でそのアンケートを資料として活用できるのかということを知っておきたいんですけども。事務局、はい、正直どの程度の回答があるかによって、例えば10件なのか100件なのか1000件なのか、それによって全く我々の作業量が左右されますので、特に機密性を大事にしながらやるとなると、かなり限定された人数で、やらなければならないかなというふうに考えておりますので、ちょっとすいません、現時点ではお答えしかねるかと思います。できるだけ速やかにやりたいと思ってます。はい、わかりました。まあ、それは当然量によって変わると思うんですけど、ただこれ、まあ、第3回第4回以降やっていくにあたって、まあ、その順番、項目の順番を考える上でも、まあ、なるべく迅速に、アンケート集計していただきたいと思いますので、まあまあ、非常に限られた時間と人手の中で大変やと思いますけれども、迅速にお願いしたいと思います。はい、黒川に。はい、ごめんなさい、数が分からない。対象者書いていただいてますけど、数字で表してほしいんですけど、約何千、6000、8000。分かります。はい、事務局。委員長、議事課長、はい、どうぞ。一般行政職で約7000人となります。はい、丸尾委員。匿名実名の議論ですね。まあ、前回もやった通りですが、今実はその県庁の中での空気感というのは非常にピリピリしてるんですね。で、情報を出すのを非常に恐れてるのは間違いないです。多くの方がそれも。で、まあ、それで、まあ、匿名でしかやっぱり情報を出せないだとか、あるいは断片的にしか情報を出せない方っていらっしゃるんです。で、それ全部書いちゃうと自分が特定されちゃうからです。で、でもその中で、私が取ったアンケートもそうです。一部事実が見えてきたりすることもあって、で、まあ、それを評価するのはもう最後も委員会ですけど、ただその、まあ、一部の情報も含めて勇気を出した職員の、その
思いをですねしっかり受け止めて、で、まあ、真相解明に努めていくということでいうと、やはり匿名がないと、まあ、情報としては十分に出てこないし、まあ、それはだから最終的に実名か匿名かはその県の職員の方に決めていただいたらいいんではないかと思います。それはまさにだから、池田であり、鶴岡でありとか他の自治体で百条委員会でアンケートを取ったところがやっている手法です。はい、その他、はい、岸口副委員長。もう最後要望なんですけどね、先ほどから話が出てます通り、この個々の回答の審議は今後の調査によって明らかにする、それから、回答内容をもって事実確定としない、まあ、これを委員として、共有していく、認識をしていく、それはよくわかります。ただ一方でですね、報道機関にもね、その議長なのか委員長なのかは分かりませんが、このことはしっかりと要請といいますかね、伝えていただきたいと思いますね。出てきたその母数だけをピュッと出してですね、全然違う報道がなされるというケースもね、やっぱりありえますんで、それは正しくないと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。谷ございますでしょうか。はい、社員。まずアンケートの適正さをきちっと確保するという意味においては、庁内パソコン以外から受けれるようにするということが一つ、いろんなメーラーを使えるという条件が一つ、それと非常に今この件については関心が高まっていますから、全体の空気感をつかむということが一つのデータとして取るということに意味があるわけです。でそうすると、誘導的なアンケート操作がされないということを前提とするならば、今の関心の高さから言えば回答までの期間というのは比較的短くても十分な回答が返ってきて、なおかつ先導的な動きで誘導的なメールをわざとアンケートで返すという作業を防御できると思うので1点提案しておきます。それともう1点が、県職の OB の話です。県職の OB に対してもこの QR コードを誰かが転送することによって、まあ、配信することも可能ですし、またそれ以外にも一斉にネズミ算式によそに配信することも可能になります。ですからそこは一方で防御する仕組みがいると思うんですけれども、この辺についても検討する余地があるんではないかということだけ、提言しておきます。以上です。はい、ありがとうございます。その他ご意見よろしいでしょうか。はい、それではさまざまご意見いただきましたが、試合につきましては一度持ち帰っていただきまして、ご検討いただき、次回の委員会で再度ご意見をお伺いしたいと思います。次は知事への申し入れについてであります。前回の委員会において委員から今回の調査に関して知事への申し入れを検討してはどうかとのご意見がございました。その際のご意見をまとめると、本委員会の調査の目的は県政に対する県民の信頼を回復するために行われるものであり、職員にはそのことを理解していただいた上で事情聴取、アンケートへの回答、資料提供等に全面的に協力いただきたいこと、調査に協力した職員が不利益または不当な取り扱いを一切受けることがないようにすること、これらのことが周知徹底がなされるよう、知事から県職員全員に対してメッセージを発すること、以上の内容だったと考えます。この件については、私から当委員会からの意向として、議長には伝えておりますので、追って議長から申し入れの文案について各会派に諮られ、その了解が得られ次第、知事宛て申し入れされるものと思います。この件は以上でございます。はい、どうぞ。はい、内容はそれで結構なんですが、で、ただあれですね、ちょっと 今もいろいろ調べながら、県のその、まあ、当局側から何でしょう、調査をなかなかしてくださらないだとか、回答がもらえないだとかっていうこともあるんですよ。でそれはもう百条委員会の委員だからってもう警戒されてしまってるんですけど、ちょっと日常のというか、その事前のいろんな課題仕分けも含めてきちんと回答していただかないと、もう全部ここでやるわけにはいかないんで、ちょっとそこのニュアンスはちょっとなんかはい、含みとして口頭で言うことでも結構ですけど、ちょっとそこご配慮いただきたいなと思います。
ちょっとまた検討、はい、させていただきます。はい、はい、はい。そうだ、よろしいですか。はい。はい、どうぞ。あ、すみません。あ、申し入れに関してではなくて。あ、すみません。じゃあちょっと次、はい、進んでよろしいですか。はい。次はその他であります。まず、弁護士の選任についてであります。本委員会の運営にあたり、地方自治に関する法律だけでなく、民事訴訟法などの法令を遵守し、適正に調査を進めるため、法的アドバイザーとして、弁護士の専門的見地からのアドバイスを求めたいと考えております。つきましては、兵庫県弁護士会に弁護士の推薦を依頼したいと考えますが、ご異議ございませんでしょうか。はい、ご異議ないと認め、そのように進めさせていただきます。それでは、その他ということで、こちら、はい、どうぞ。すみません。まあ、これから百条を進めていくにあたりまして、まあ、ちょっと勉強の意味も込めましてですね、そもそも百条委員会の進め方とかの根本的な、まあ、法的な位置づけとかですね、まあ、例えば資料公開で全部出せるのか出せないのかとかですね、先ほど承認を、まあ、ついたてで囲ってプライバシー守るとかっていうお話もちょっと出てましたけど、何がどこまで許されるとかっていう部分がちょっと自分自身も不勉強の部分もありますが、まあ、共通認識をしっかり持っておいた方がいいんじゃないかなと思いますので、その点そもそも百条委員会とはっていうところの部分をですね、確認できるような機会を設けていただけたらというふうに一応要望させていただきます。はい、中村社長ありがとうございます。ちょっとまた、はい、検討します。はい、上野委員。先ほど言ってた県民局長メッセージのことなんですが、渡瀬さんを尋問するまでにですね、いただきたいんで、請求すればそれまでに間に合うようにしていただきたいんですが。事務局、これできます。いけます。ただ手続き的に、はい、すみません、はい、次回渡瀬元局長をお呼びするということになると、ちょっとタイムスケジュール上ちょっと手続き的にはちょっと承認資料要求としてはちょっと間に合わないかなというふうに考えております。これちょっと私の方が確認なんですけど、その文書は一回ネットかなんかで公開されてたものですか。メッセージですから公に出されとったんです。はい、でそれ、まあ、それをですね、怪文書は誰やいうことで、それを見てですね、渡瀬さんであろうというふうに特定をされたようなんですよ、当局はね。で、非常に、その示唆をするような内容の、まあ、局長メッセージでしたので。それは非常に大事なメッセージかなというふうに思いますので、できたら間に合うように、もともと公開はされとったもんやから、別にここでみんな了解してもたらええんちゃうかなと私は思うんですが、私の考えとしても、一旦公開されてた文書を、それ、尋問で活用されたっていうことですよね、違います、僕、それは構わないと思うんですけど、事務局どうですか。あ、ごめんなさい、さっき、すみません、答えれます、ちょっと。ちょっと検討させてください。はい、はい、すみません。はい、どうぞ、正門委員。年頭挨拶の分ですよね。で、それが今消されている状況なんです。その当時は県民局長だった、県民局長として職員に対しての年頭の挨拶っていうことなので、私もぜひ見たいなと思ってるんですけど。ちょっと、はい、検討させてください。すみません。はい、わかりました。はい、マロイン。これちょっと前にも言いましたけど、補助金とその寄付金の関係だとか、その他のところもそうなんですが、なかなかその何でしょう、その 実情その探る手立てというか手口というかが見当たらないところについて、ちょっとまあ外部の、まあ、機関というか民間の機関なんで、ちょっと慎重な対応も必要だと思うんですが、商工会議所だとか金融機関だとかについて、まあ、アンケートを取るぐらいしか手立てがないのかなとは思ってるんですが、ちょっとそこはまた今後 の検討でということで、職員アンケートで何か出てくるかもしれませんし、ちょっとその辺の扱いはちょっと考えててみてください。以上です。はい、はい、正本委員。百条委員会で言うべきかどうかちょっと迷ったんですけど、やっぱり言いますけど、
渡瀬さん、今処分中なんですが、これはあの時期尚早っていうのが私たちの考え方なんですね。で、あの内部調査 で停職3ヶ月ですけど、あの公益通報もの保護の観点、それから第三者機関の設置で百条委員会の設置ということがあるので、あのとりあえずこの処分は保留すべきじゃないかと私は思うんですが、いかがかなと思うんですけど、まあ、ちょっとそれもあのちょっと検討させていただきたいと思います。一度はい、あのここで言えるかどうかちょっと分からなくて迷ったんですけど、はい、でも言っておきたいと思いまして。はい、分かりました。まさやまいん、手がありました。はい、どうぞ。あ、ちょっと、運営、進行についての意見なんですけど、さっき、上野委員の言われた、なんです、面と挨拶について、もう、今の、この段階で、なんか、決取って出してもらうかどうか決めとかな、解けばいいと思うんですけど、なぜならば別に、丸尾さんのもそうですし、渡瀬さんの今回の文章も別に内容見てないで、決取ってますから、あるんだったら出してもらうで今ケツ取って出してもらえばいいと思うんですけど、ちょっと先ほどその意見採用したいと思いますが渡瀬さん、県民局長としてのメッセージですかね、の文書を資料要求として求めるということでお諮りしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。はい、それではご異議ないと認めますので、資料要求させていただきたいと思います。はい、すいません、ありがとうございました。その他ございますでしょうか。はい、どうぞ。いただいたこのご自身の調査活動の成果ですね、このアンケートの結果なんですけど、これなんて聞いたかを合わせて伺うわけにはいきませんかね。回答しかなかったんで、そのなんて聞いて、いわゆる設問の部分ですね、なんて聞いたら起きたっていうのをちょっと伺えたらありがたいんですけど。マロニー、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。特にですね、何にも前提は置いてないんですよ。で、必要だったらアンケート用紙をお渡ししますけど、あれですね、その、文書問題で西有馬県民局長の問題がありました。で、知事と幹部職員のその行動だとか言動に対して何かお気づきのことがあれば記入くださいということで、あともう全部自由記述にしてるんです。はい、はい、佐藤委員。すみません、せっかくいただいて失礼なんですけど、まあ、そういうことでしたらそれで理解しました。回答だけじゃなんて聞いたのかなっていうのはちょっと残ってしまうんで、まあ、後日個別に聞いてもよかったんですけど、せっかく委員会で皆さんいただいたので同じ意識の共有ということで聞きました。ありがとうございます。それについてもこれは測るべきいいですか。違う、理解しました。あ、わかりました。すみません、私も混乱をしてしまいました。すみません。はい、そうだ、ございます。はい、こちらに。今のに関連して、ちょっと丸尾議員に確認したいんですけど、このアンケート結果の自由記述は、これも本人が書いたままなんでしょう。結構なんか要約されているように、こう、感じるんですけど、その点いかがでしょう。はい、丸尾議員。ですね、全ての全文は掲載してないですね。で、一つはだから、その名前だとかはイニシャルにしてる、一部ちょっと漏れが、今回のは大丈夫ね、はい、イニシャルにしてますっていうのと、あと本人が特定されそうな情報、あれですね、何々部、何々かの職員がっていうのを、ちょっと何々部でとどめたりだとか、ちょっと本人情報が流出しそうなところはちょっと配慮しているのと、あと全文がすごい長い人もいたんで、ちょっとその主要なところについてそのままそのままというか、ちょっと主要な部分だけ貼り付けたっていうのと、あとはできるだけその文言は生かしたいと思って、表現はできるだけそのまま整理をしてますということで、はい。で、もしそのあれですね、ちょっとどういう形ができるか分かりませんけど、原文も必要であれば、どうしたらいいですかね。直接見るとそのね、筆跡だとかでちょっと良くないんで、はい、ちょっとそこはまたはい、きちんと管理しながらですね、
また問い合わせていただいてということでお願いします。まあ、ちょっと読ませていただくと、あ、ちょっと待って、はい、こちらにどうぞ、はい。読ませていただくと、かなり端的にまとまっているので、皆さんがこの文章で書かれたんじゃないなというふうに感じたので、まあ、若干本人のニュアンスが、伝わってこない部分というかですね、伝聞なのか、自分が見聞きしたことなのかっていう部分の区別もしにくいなという印象を、まあ、今、バッと読んで思ったので、その点どうなのかなというふうには感じました。まあ、感想として、はい、まあ、ちょっと、まあ、これはあくまでただ参考なので、まあ、まあ、これをもとにね、裏付け調査等々あってね、まあ、それが確かめられればあれですけど、まあ、参考ということで、はい。はい、富山。先に越田委員が、まあ、第三、百条委員会、まあ、経験ないしいうこと、私もその関係で今日1回2回目やはり通常の委員会とは全く違うん で質疑なんかもやはり刑事訴訟法とか民事訴訟法にのっとって、でやはりいろんな運営についてこうせっかく今度来てもらってもそういう話が途中で当然一問一答いう話もありますけど、そういうのも含めて全員協議会というか百条のぜひまあ、持ち帰るって委員長言われましたけど、百条の委員会のやり方というのか、だからそういう途中でそのいろんなところで こういう今回は15人が全員この文書問題についての解明をするという委員会なんで、そのやり方についてしっかりとやっぱり委員会をする前にどっか協議会なんかぜひやっていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。検討します。ありがとうございます。谷ございますか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で本日の文書問題調査特別委員会を閉会します。